今日は私こういう大きな規模の集会でこのパソコンで、これパワーポイントというんですけどね、まあ、電気紙芝居電気紙芝居これをね作って報告するのは初めてですので、ちょっとうまくいくかどうか本人もドキドキしておりますけれども、お話をさせていただきます。私はカジノで大阪は財政が破綻すると、あるいはカジノで大阪の経済潰れると、カジノで大阪の町のはとんでもないことになるというお話をさせていただきたい。そしてその副題として大失敗をした過去に戻す維新政治と、こういうことをお話をしたいと思っております。さて、先ほどね、この花子の夢島という話がありましたけども、具体的なイメージですね、これ、左の端っこが夢島ですね。その上が、いわゆる、はい。バッテリー。エレクチ。エレクチ。ああ、ありがとうございます。ね、はい、初めてでございます、ね、これが夢島で、その上が舞島、これこの花区ですね、これ淀川で、こちらが西淀川ということなんですが、この花区がだんだん広くなりましてね、この舞島もね、夢島も全部この花区なんです。さて、その夢島の実はですね、この一番東側なんですが、大正区の向かいなんですけども、ここだけ今実際に使われてるんです。コンテナ埠頭です。海外からコンテナの船がついてきます。で、ここから一番左側、ここもですね、もう使われてます。何に使われてるかというと、太陽光パネルがいっぱい並んでおりましてね、太陽光発電に使ってるんです。で、真ん中がまだ何も使われておりません。まあ、後で言いますけども、この2基3基というのはまだ水浸しであります。で、この1基というところが土地が出来上がってて、この1基というところに実はカジノを作ろうとしております。さて、これは経済、関西経済同友会、これまあカジノ第三世の経済界の団体なんですけれども、ここが夢島にこんなリゾートを作りたい、この中にカジノを作りたいというね、きらびやかな絵を持つ面を作っておりまして、やる気満々であります。先ほど言いましたように、ここが今の、コンテナ埠頭ですね。これが夢島、舞島、夢舞大橋ですけども、で、実はですね、先ほどの華やかな元の意味でも分かります。先ほど清水さんもおっしゃいました、推進派はこう言うんですよ。いや、カジノが来るんじゃないんですよと、 IR とか IR ですね、これ統合型リゾート、あるいはリゾートの複合施設といいます。つまりカジノがある、商業施設がある、娯楽施設がある、国際会議場がある、ホテルがある、プールがあると、こういう大きなレジャー施設といいますかね、リゾート施設、こういうものを作るのであって、カジノというのはほんの面積にしたらIR 全体の1割もない、 5% ぐらいしかないっていうのかな。けどもですね、実はこの IR 売り上げ、 IR 全体の売り上げの7割8割はカジノが売り上げるんです。カジノが売り上げるんです。だから私たちは IR というのは、これはカジノの隠れ蓑だと、こう言わなければなりません。さて、そのカジノに一体どれぐらいの人が来ると見込まれているのか、あるいは本当に海外の客が来るんだろうか。先日大阪市が、大阪府経済界と一緒になってですね、夢島まちづくり構想というのを発表しまして、そこの1期ができて IR ができたら、そこに年間1500万人が来るっていうんですね。で、これちょっとね、本当に1500万来るかどうか分かりませんよ。今ユニバーサルスタジオは年間1000万人ですからね、 USJ1000 万人です。その1500万人来ると、で、だから海外からお客さん、金持ちが来るんだって言うんだけどね、実はね、
この間共産党の議員が市議会でね、そのうちの海外からのお客さん何億円やって聞いたらですね、向こうがねポロッと数字言いましてね、海外の客は 20% だって言うんですよ。ってことは8割が日本人のお客さんということですね。これ実はね、先ほども話がありましたけどね、これカジノ運営業者と書いてますね。誰がカジノを作るかと言いますとね、今日本の国にはね、カジノを運営をしている業者というのは一社もないんです。だから今夢島に来ようとしているのはシンガポールでカジノをやっている業者とか、アメリカのラスベガスでやっている、つまり外国資本のカジノ業者がやってくるんですね。でカジノの海外客がこんなに少ないって話はね、例えばもうすでにシンガポールにある、マカオにもある、それから韓国の一番南側の最終島っていう島にはね、もっと大きなカジノもできるんですね。だから中国やそういった方の大金持ちはそこに行くんですね。わざわざ日本まで来ないんです。そうするとですね、日本人のお客さんの懐が狙われると、日本人の懐が狙われる。なぜ幸か不幸かですね、日本はギャンブル大国でありまして、パチンコ公営ギャンブルの売り上げは皆さん年間24兆円です。24兆円、これをですね目当てにしてくるわけであります。それでですね、カジノについてはしかし皆さん本当に心強く思ってないと思うんですけれども、共同通信の世論調査で去年の12月推進法ができた直後にですね、カジノが反対だっていうのが 69% でしょ。で身近なところにカジノを持ってきたら困るっていうのは 75% になってるんですね。だから相手もですね、カジノが人気がないということをよく知ってるから、それなら万博をくっつけようと、これがね大阪の夢洲万博の狙いなんです。その証拠にですね、実はカジノ IR っていつ頃から話題になってるかというと、これは2012年というのはですね、橋本前市長が知事から市長になったのが2011年です。本当はね11年ぐらいから言ってたと思うんですけども、もう早くから言ってるわけです。まあ北山先生さんも議会で取り上げましたけどね、国会でカジノ解禁ができましたけども、あれを作れ言うて橋本さんは国会に足を運んだんですね。それはもうね、大阪府知事の時代から足を運んどったんです。多分その頃からもう夢島に IR という頭があったと思いますね。で万博というのはね、もうつい最近になって松井知事が万博は夢島でとこう言い出したわけですね。さてそれでこんなふうにして、これは去年の10月、万博の誘致するための準備会、これ写真ね、これ吉村市長、松井知事、あとは関西の経済界の人たちですね。で夢洲の万博の開催にどれくらいお金がかかるのかといいますと、会場建設費1300億、運営費740億、関連事業、後で言いますけども、鉄道を作ったり道路を作ったり等々で、これだけでも2770億円かかります。それで、夢洲にはですね、鉄道がないと大量のお客さんは運べません。まだ鉄道がありません。で、ルートとしてはですね、南ルート、これはですね、南港の先島ですね、ATC、WTC がある、ここからトンネルを作って、夢洲に行く、それから、この、この花区の側からですね、この白い丸ですね、ここまで、ここからここまではすでに、大失敗をして来なくなった大阪オリンピックの時にね、この線路は、鉄道の計画はもうすでにあるわけです。で、オリンピックが来ないのにですね、もうすでにトンネルをここだけ掘ってるんです。まだ線路が仕掛けてないだけです。こちら、この花区の方にはまだトンネルできておりません。で、まあ後でもこの図面見とってほしいんですけども、ここまで繋がったって意味がないわけだから、今の京阪の中之島線といって国際会議まで来てますね。これ、西九条中央市場の裏を通って、この花区の士官島を通って、ずっと地下鉄を引っ張るという、こういう計画があるんですね。
それから今 JR がユニバーサルから桜島まで来てます。このユニバーサルから桜島まで来てる JR をロマスという計画もあります。つまり鉄道がないと夢洲で万博は開催できません。しかしですね、このカジノの鉄道をカジノのためには必要なんだけども、これね、万博で作ろうとしてるっていうことも大事だと思うんですね。皆さん万博と言いますけどね、開催期間は183日かな、たった半年かだけなんです。でこのために鉄道を作ったらですね、もし万博が終わって鉄道が残ったらあと大赤字ですね。ところがですね、カジノをやろうと思ったら鉄道が必要不可欠なんです。だカジノと万博でセットなら税金で作れるじゃないかと、こういう発想なんです。でこれはですね、今の夢洲、先ほど言いましたけども、今の夢洲の航空写真、これ公安局のホームページに載ってるんですけども、先ほど何でも言いますけども、これが今のコンテナ埠頭ですね。でこれが今太陽光パネルです。で真ん中これだけ170ヘクタールあるんですね。これが全部そういうリゾート施設にしようとしてるんですけども、まあこれぐらいから上でしょうかね、 IR。 だからこの辺が万博で、万博をしようと思ったらですね、まだこの辺り埋め立てせなあかんわけです。さらにその南側やったらもっと埋め立てせなあかんわけですね。さてそれで逆戻りしました。でじゃあその万博をするとか、そのカジノの IR を作るとか、夢洲で街づくりを進めると、一体どれだけのお金がかかるのかと言いましたらね、万博だけでも2770億円、IR のこれね、建物関係だけでも4300億円、それ以外の街づくり、それも含めて、街づくり全体では8240億円、先ほど南回りの鉄道はこの万博の中に入ってますからね、北ルート、先ほど言いました、京阪電鉄をずっと引っ張っていくと思ったらですね、距離が長いですからね、3500億円かかるんです。で、もう一つの、JR の延伸も、1700億円ぐらいかかります。合わせて5200億円。つまり全部やろうと思ったらですね、1兆6210億円とお金が出るんですね。で、一体こんなお金がですね、どこにあるのか。皆さん、地下鉄を売ってお金を作りたいと。そのために今ですね、市営地下鉄を今大阪市の議会に公営地下鉄としては廃止をして一旦株式会社にするという議案が出ております。これも皆さん一生懸命反対運動されてますね、署名運動で。当面株式会社になってもですね、大阪市が全部株式を当面持つんです。これ大阪市 100% 出資の株式会社と言います。で、しかし一旦株式会社になってしまったら、その株式を議会の2分の1の賛成で次々と売ることができます。で、地下鉄を廃止をするときには議会の3分の2の賛成がいりますから、維新と公明だけでは廃止できないんです。自民党も賛成をしない限り廃止できないんです。だけど一旦株式会社になったらですね、維新と公明の賛成だけの過半数で売却できるんです。で、何本で売れるのか、それは多分6000億とか8000億とか大きなお金で売れます。確かにやろうと思ったらね。で、私紹介したいのはね、これね、僕だったら地下鉄を売ってそのお金で高速道路を建設したい。これ誰の言葉かと言いますと、橋本さんの実は知事の時代なんです。橋本さんが知事の時代にね、平松市長とだんだん仲が悪くなりましてね、喧嘩したことがあるんです。市長の公開討論です。でね、平松市長がですね、橋本さんはその高速道路を作ろう、浪速水線と地下鉄を作ろう、そんなお金どこから出てくるんですかって言ったらですね、その時に橋本知事が、いや僕だったら地下鉄を売ってそのお金で高速道路を建設しますと。私この時ね、まだ橋本さんは知事ですからね、なんで知事が大阪市の地下鉄を売るなんてことを勝手に言うんやと思いましたけども、まあ、その頃から考えとったわけですね、まあ、こんなふうに今事態は進もうとしております。
最後に皆さんお見せをしたいのは、これ皆さんで覚えてますか、うん、2年前のダブル市長選挙、吉村市長と松井知事のチラシ、彼らの一番の売り文句、過去に戻すか前に進めるのか、維新は改革をしてきた。ここで言うと過去はね、 WTC やとか ATC の無駄遣いで大きな赤字を作って大阪市は日中の差値みたいなことになってる、あるいは職員厚遇や給与高い、そういったこと全部ひっくるめて過去に言ってるんですけども、その過去に決別して前に進めようと言ってるのにですね、今お話を聞いてもらったように彼らは夢をもう一度、大失敗の過去に大阪市を戻そうとしているのが維新政治だ、まあ、こういう意味で私たちは何としても阻止をしたいと思っております。それからちょっと時間が、あとちょっと来ましたけども、一つだけ清水さんのお話で非常に分かりやすかったと思うんですけども、カジノが経済成長に役立たないというのは、私は2つ大きな柱があると思ってるんです。一つは社会的なコスト、つまり、ギャンブル依存症によるその犯罪がもたらすマイナス効果、この韓国の政府の資料にはですね、ギャンブル依存症にかかった人たちがそのまあいわば怠け者になって仕事がはかどらないってことまでマイナス効果に入れてるようですね、まあ、これ社会的コストなんです。でもう一つね、経済成長に役に立たないというのは、皆さんね、これは先ほどの日本人のお客さんがその1500万人のうち8割ですから1200万ですか、1200万人の人がもし本当に IR に行ったとして、で IR に行くカジノに行く人、そのうちのどれぐらいカジノに行くのかは分かりませんけども、カジノでお金を使ってしまったらですね、賭博にお金が全部消えてしまうわけです。もし賭博にそのお金を使わなかったら、健全な消費に使うことができる。これは立ち物でも一緒なんですけどね、そのお金がですね、まあ、この花区西淀川区で、仕事から帰ってきて、一杯飲み屋に行く、スナックに行く、そういうお金がですね、全部カジノに消えてしまうわけだから、もうカジノに行けません、居酒屋に行けません、つまりそこでの売り上げはなくなるわけです。そこでのスナックのママさんの仕事もなくなるわけです。一方でカジノの方にお金が消えていってしまうわけですね。カジノでは雇用が増えるでしょう。だからね、大規模にですね、今日本の経済が一番うまくいかないのはなぜですか。個人消費が伸び悩んでるわけでしょ。その個人消費をですね、全部ここに吸い込ませるんです。しかもそれで誰が儲けを上げるかというと、アメリカのカジノ資本なんです。こんな馬鹿げたことをですね、まともなね、経済成長なんか言ってるっていうのはね、まあここだけで話したけどね、頭のおかしい人です。いやほんまにこれはね、いわゆる真実なんか どっちでもいいと、うん、その場さえね、騙せればいいんだというね、経済効果はこうやこうやと、マイナス効果言わないんですから、これは騙しですよ。こんなものにね、騙されてはならないということを最後に訴えて、私のお話をして終わりたいと思います。ありがとうございました。